はいどうも、マナブ18号です。阪神タイガースの、新外国人助っ人選手の候補に、パドレスの、クリスチャン・ビアヌエバ選手の名前が上がってきましたけども、ビアヌエバ選手、あまりね、聞いたことない名前ですけども、もしね、阪神に入ることになったら、強く高く遠く飛ばせレッツゴービアヌエバ、言いにくいわ。ビアヌエバ選手、メキシコ出身27歳、右投げ右打ち、ポジションはサードなんですけども、一塁も外野も守れるそうです。今シーズンは、4月の、月間最優秀新人に選ばれてまして、打率が2割3分6厘で、ホームランが20本、打点が、46打点、まあ成績はね、いやほんま関係ない。日本の野球にね、どれだけ対応できるかが問題で、まあロサリオ選手で身に染みて分かりました。いやロサリオ阪神入った時、俺動画でいやこれは本物ですよって言ってもうてたな。まあ一応、ビアヌエバ選手のバッティングを、動画で見たんですけども、まあ結構ね、パワーはあった。プルヒッターで思いっきりねボールを引っ張って、スタンドに放り込んでましたよ。まあただ僕が見たのは、左ピッチャーからのホームランと、右ピッチャーのストレートを打ったホームランなんですよね。問題はね、右ピッチャーの外角のね、変化球を対応できるかどうかなんですよね。ただ今回は珍しく、選手の方から、ビアヌエバ選手の方から、NPB に入りたいとアピールしてきてるみたいですよ。いやこれはもしかして日本の野球に対応できるぞっていう自信の表れちゃいます？いやいいんちゃいます？今季メジャー20発男。じゃあちょっと言っときますか。じゃあね、僕が代表して言っときます。いきますよ。来た！バースの再来！はい、ってことで、一応ね、阪神ファンのお約束ってことで、言っときました。はい。てか、ロサリオ選手とナバーロ選手、一体どうなるんやろうね。もうあかんのかな。あと、なんか、オリックスの、マレーロ選手を狙ってるって話も聞きましたけども、マレーロ選手ね。まあ、マレーロ選手、去年は、途中からやってきて、打率が2割9分、ホームランが20本、打点が50とね、なかなかの成績やったんですけども、今年がね、打率が2割1厘、ホームランが11本、打点が、26、まあ、2年目にこんなに成績が下がるってことはね、なんか弱点が見つかったんかな。けどなんか僕ね、なんかよその球団でもう使わなくなった外国人選手をもらいに行くってね、なんか嫌なんですよ。うん、なんかもう人が食い終わってなんか捨てようとしてるフライドチキンの骨を、いやまだ肉ついてるやん、ちょっとちょうだいやってもらうような感じ、わかります？もう自分たちの手で美味しい肉見つけようぜ。まあ話は変わりますけども、23歳以下、ワールドカップで、まあね、決勝戦でね、日本はメキシコに、惜しくも負けましたけども、阪神タイガースの、島田海里選手が、最多得点、12得点、出塁率も、5割1分4厘で、全チームで、5位。いやおめでとうね、ほんま素晴らしい。いやほんま来年ほんま楽しみな選手。そして11月から開催される、日米野球の、ベンチ入りメンバーの数が、1枠増えまして、阪神タイガースの、岩貞投手が選ばれました。いやおめでとう。侍ジャパンのメンバーに阪神の選手一人もおらんかったから寂しかったわ。もうよかった。まあそれと最後に、これはね、まあ嬉しいニュースと言うべきか、まあ僕にとってはね、ちょっと寂しいニュースになるんですけども、僕がね、お世話になってる、06ブルズの、村上監督さんが、中日ドラゴンズの、一軍打撃コーチになることが決まりました。まあ急やったんでね、僕もめっちゃびっくりしたんですけども、まあ村上さんにはね、バッティングをね、教えてもらったり、キャンプでしごかれたりね、もう野球にめちゃくちゃ熱くて、めっちゃ優しい方です。お世話になりました。中日に行っても頑張ってください。ただね、阪神と中日がね、戦う時は、阪神が勝たせてもらいますよ。とりあえず、おめでとうございます。はい、はい、ってことで、今回は以上でございます。どうもありがとうございました。はい。